番外トークでございます。はい、来週のメッセージテーマは来週10月7日からおもろしかがちょっとプチリニューアルするということで、テーマがちょっと変えてみたいことです、はい、なるほどね、はいはい、人間って変わっていく生き物ですもんね。どうしたんですか。はい、ちょっと変えてみたいこと、はいはい、風野さんどうですか。はい、金髪にしたい。おお、実は私もう若い頃からずっとこれぐらいの髪色で来ていて、今更ちょっと金髪とかやっておけばよかったなと思ったんですけど、はいはいはい、うん、でも多分全部金髪にしたら、うん、おもろしがダメ。どうやろう、どうやろう。ダメっぽいので、どうあかんかな。いいのかな。冬休みとか、なんか、お正月休みの時に下だけ金髪にして。はいはいはい。で、染め直したらええやん、着なんでる。痛みそうだから。いや、まあまあ痛むわな。うん、でもその美容室のロケとかの時にさ、やってもらって、やってもらって、普段は黒いのでスプレーとかで戻るから、戻るから、え、いいんじゃない。やってみて。やってみますか。ね、金髪やったことある？ない。あ、なってしまったことはあります。あ、そうですか、はい、僕若い時やったことあるんですもん、金髪、はい、プロレスラーみたいになってすぐやめました。いや、全然やってないなぁ、今ので、はい、変えてみたいこと。私はちょっと声を大きくなりたい、したいです。おう、ね、できる、大きいでしょ、うん、本当ですか。あー、あー、やってみ。あー、あー、いや、本気本気本気で、大きい声で100、はい、うわー、あー、あー、でも、まあ、どうやろうなぁ。あー、みーちゃん、これやって、めいちゃーん。逃げてますやん。そっちに寄せちゃう。あなたトトロって言うのね。あなたトトロって言うのね。逃げてるやん。あなたトトロって言うのね。じゃあ3人でせーの。あなたトトロって言うのね。はい、何の時間ですか。こういうわけのわからん時間を過ごさないように我々の人生変えていきたいと思います。ちょっと変えてみたいこと。はい、お待ちしています。はい、お願いします。